あげた武蔵若鳥むすびのカーブ2021前半戦を振り返ろう。はい、そういうわけで、今日はね2021年シーズン前半戦のカープをわしとこの腐れゲドーらと振り返っていこうと思います。誰が腐れゲドーなのこれ。なんやこれ、やるんかこれ。兄貴、今日は YouTube じゃけ風が悪いことやめてもらえんでしょうか。みんなで泣けよ。包括してがじゃ。溜めすぎじゃろこいつ。前回から溜めとるんじゃこいつ。ここしか構成出せないぞお前。おじゃのんじゃやろうかの、はい、うん、おじゃあげたよろしゅう頼むで。はいよ、今はねちょうどプロ野球のね中断期間にあたりますが、うん、これを収録しとる今日は実は6月6日です。6日です。いやここは合わせじゃないです。合わせんでいいよ。あごめんなさい、間違った。台本ちゃんと読んどけよお前。すいません。この動画がアップされとる頃にはカープがどうなっとるかわからん、うん、ね、はい、もしかしたら首位になっとるかもしれんしね、最下位になっとるかもしれんし、あり得るね。監督が、監督が、あ、変わっ、何言いかけとんよ。変わらんぞ監督。坂本さん頑張ってもらわんとダメなんで。まあとね、スコットの奥さんがまた出産しとるかもしれんしね。それ見てたけど、どうなってるかわからんけど、今現在までのカーブの前半戦をね振り返ってこや。前半戦でも6月6日なんでこんな中途半端に振り返るオールスター前とかそんなんやろ振り返るんだったら。そうなんよ、あのちょっといろいろね、あのコロナで大変だった人がちょこちょこ帰ってきとるような時期に。やっと帰ってきたんや。そうよ、まあしょうがない、まあ、ま改めて収録しとる今日は6月6日です言わんでええやろこれ。いや、こんな収録兄貴あれなんですよ、これ見たらでもこれを楽しみにしとる人が2人ぐらいおるんですよ。2人のために実は。そうなんですよ、ああ言うのを合わせるの好きな人。ああじゃあもう一回合わせて言うとこうね、はい、お願いします。開けた頼む、はいはい、ほんなら改めて収録しとる今日は6月6日です。はい揃った、はい、楽しんでもらいました。あの二人の方ね、お待たせしました。え、この番組終わり終わりじゃないでしょ。ほんならね、まず、6月6日今現在のカープの成績の方、うん、結びの、お前は何や結びのお前どっちですか。ね、B の方お前とわしのこと A と B とわしのこと言うとる。ええまだ、ね、でこれA と B の下り、あの省いて野球の話しましょう。もう前話したでしょ。A がうめ、B がコンベ。そう。お前ら覚えてます。覚えてます。私が A 子と結び梅です。はい。はい、私が、B 子と結び昆布です。はい、そうです。じゃあその昆布の方が、今のね情報を言ってくれます。はい。まあ、はい。では、6月6日今現在のカープの成績を発表いたします。はい。はい、18勝25敗6引き分け。うん、セリーグ第5位、おとといと首位とのゲーム差11ゲーム、チーム打率2割6分2厘、これなんとセリーグでは一番トップなんです、まあ、まあトップで、だから残塁がいかに多いかっていう、チーム防御率 3.77、これは、まあまあ、これは4位か5位ぐらい、でも去年とか、ね、比べるとよくはなっている感じしますね。でまあ個人成績で言えば、まあ菊池が打率で今1位と、はい、帰ってきてもね、打ってました。帰ってきてもちゃんとまだ規定打率、打席にはね達してますんで、うん、なんかありますか皆様。あとはまあ曽根くんがダイソーで出てしっかり頑張ってますよ。盗塁も多分3インカーぐらいにつけてます。そんなしてます。はい、これじゃけどちょっとあの曽根くん頑張ってくれたりとか、あれ出てこんのよの名前が、すごい、あ、はつきくん、はつきくんとかがボケるんか思ったらほんまに思い出せんかっただけだ。はい、ごめんなさい、もう長丁場で疲れがもうちょっといろいろあって疲れが出てごめんなさい、ほんまに聞いてらっしゃる方申し訳ないです、はい、で頑張ってるんですけども、なんか牽制でアウトになる場面もちょっと多いので、なんか多いね、ちょっとそこら辺もちょっと今日皆さんで喋りたいなっていうのを思ってます、はい、喋りたいどれ今喋ればいい、わし言ってました、喋りたい言ったよね今、ほんまです、それはいけんよ。じゃあそれはもう私の願望が出てます、それはもう謝罪します、後しっかり出ます。前半戦ちょっと振り返ろうや、ちょっといや振り返りましょう、これの前半戦どうやった、かやっぱりどうですか皆さん、推しメンというかこいつが
何もうわし正直あら栗林だけじゃ思う。あもうわしも正直栗林栗林だけもう今年の希望は、ごめんなさい。うわもう言うてま兄貴喋り方がお前な ご自身のお父さんそっくりになってきた。わしそう思う。もう栗林だけカバン屋をやっとったお父さんそっくりだ。栗林だけじゃ希望はまだあるだろ。だって小生もおるし林も出てきたし。そうですね、小生も林ね、あげたが言ってましたけど、うん、林がいいですよね。あげた林までうちよりですね。そうそう、今日なんて6月6日3安打打ってますから。あー思いますか。4-3ですよ、4-3 で僕ねクローンを使うてほしいんですよね。もっとちょっとまあ凡退目立つとこもありますけど。昨日かはいあの場外ホームラン、あ、昨日おとついおとといですね、初戦よな、バカみたいなホームラン、めちゃくちゃすごかったですよ。本当にすごかった。ほんまにあのねあのズームスターのネットにね、うん、打ちっぱなしゴルフみたいにバーンってっバイキンマンみたいに飛んでるよう飛んだであれば。いやそうじゃけねもうちょっと我慢して使ってもらえんかなっていうのを思いますけど、ね、もう我慢できるよね。でもう他おらんじゃろ。もう他の以外育成で上げたの、まあ、ほんまに我慢できますよね、うん、ほんま もう我慢してきたし、もうカープファンはね、うん、我慢強いっていうのは。そうですね、小園も取ったね。取ったのかこれショート。どうですかね、うん、まあちょっとコウスケもね頑張ってやってますけど、うん、やるけど、うん、小園もだけちょっと出てきてすぐにはタイムリーを打って存在感出したりとか、うん、ずっと打率もね3割の後半ぐらい打っとったんですけど、うん、今もちょっと下がってもまだ3割キープしますよね、うん、まだ大丈夫です。じゃけええんじゃけど、でもまあ本当に兄貴が言いましたけどもうすごいなっていうのは今年は栗林くんが目立ってますよね。19試合連続無失点、うん、ね、これが放送されとる時はどうなんか点取られとんか。いや打たれてない思うね。でも今年はだから慣れてくるってないのそれバッターが。いやもちろんありますよ、まあ、全然ものいろいろされるじゃろうし、はい、あとご自身の気持ちのキレもあるかもしれないですよね、うん、もう、うん、だってずっとやけ栗と林がいいのに合体した名前ですからね。栗林の栗林ようできとるよなあれの。よく分かったハープの中で一人でんやから、一人でんやからね。何それあれムスビビここでキャラクターを構築するそれで戦いの中で進化していくタイプの。さすがじゃサイヤ人タイプやねこれは、はい、フランスは戻ってくるのこれ。フランスはまだ怪我しとるやろ。今シーズン難しい。今シーズンちょっと手術しとけよなあれは。もしね戻ってきたら何リリーフのルーキー、まあ、ルーキーさんの誰かをね先発に持ってったりとか、ね、ああ、わし森浦先発にしてももろよもろ。ああ、わかる。すっごいわかります。それもありですね。確かに。森も裏もおらんけど。まあスコット試していいんじゃないかそろそろ。スコットですか。さっき一時いやもう本当にあの試してはもらいたいですけど、うん、なんかなんじゃろう、うん、なんか言葉にできないですね。でも先発でスコットは多分できる思うで、スコットは。コルニエル。そうですね、先発どう先発。僕はねコルニエルはあの一発病あるとは言われてますけど、うん、抑える時ほんま抑えとんで、うん、僕先発でもいいと思うんですけどね、うんうん、確かに僕の先発はちょっとねあのほんまに初回に4点5点取られるばっかり、うん、ねえなっとるけちょっと、うん、思い切った先発今日は上げたの言うとりいいかもしれないですね。なんかでもあの新しい助っ人が、ね、兄貴もこの間見に行ったってネバラスカルじゃん。マダガスカルマダガスカルじゃないしネバラスカルでカスネバラスカスじゃなかったネバラスカスか、はい、ネバラウスカスですネバラウスカスネバラウスカスです、ね、スですネバラウスカスだったんですけど多分ウを取ったと思います確かえでネバラスカスかネバラスカスだと思います。おそらくですよ。この間あれのマリンで投げたもんの初めてわしあの時見に行ったんだよ。あ見に行ったんすか。兄貴2時間半かけてレンタカーで行って7対1で負けて帰ってきたネバラスカス1球もほぼほぼストライク入らんかった。1球入ったでしょ。どういうことやあれほんまに。ネバラスカスかマダガスカルか知らんけどほんまに。マダガスカルはあのあれです、あのレボリューションの人がよくゴージャス逆や違いますよ兄貴。まああいつものまあ一発目だったけどまだなあれは。そうです、あの1試合でねあんまりね、そうそう判断しちゃダメ。日本では調子良かったみたいですから、うん、なんかそれが多いですよねカープ外国人の方ね。日本ではすごいいいんですけどちょっと一軍で、だメヒアとかもそうですね。メヒアもの、メヒアも2試合ねマルチアンダと 4-4 打って覚醒したかと思ったら次の日からまた元のメヒに戻るっていうね。あの試合はなんかこの今日やるこの試合は2軍の試合じゃけえのって騙されてやったとか、じゃあ誰かが騙したって書いてて、じゃってあれね、うん、あのパリーグとの交流戦じゃったっけ。いやグラウンド見りゃ分かるだろこれ。集まり方の多さで分かるよ。緊張してなんかね。それ面白いですね。いやなんかあるんでしょうね、うん、
昔それで言うと全く話はずれますけど、巨人の大盛りだってもう2軍で32発打っとんのになかなか目が出んとかってありましたから。じゃけメヒア大盛りもその後ちょっと選手としては難しかったですけど、スカウトに回って坂本をスカウトしたので、あのメヒアもスカウトに回ってもらってすごいなんかいいスカウトはエルちゃんがおるけん。あそうかお前は。うん、じゃあもうどうしよう、外国人なんか戻ってザガースキーとか戻しますか。ザガースキーは横浜行ってダメになったんやエホー巻き資格はないですでも兄貴あのもうザガースキーはエホー巻きのイメージがありますけど、好きなのはハイチュウですからね。どうでもいいのですだけはハイチュウ好き。これだけはね、黒田が広めたって言いますもんね、ハイチュウね。そうなんですよ、あれが。まあでも前半はのもうちょっと残念じゃったけども、うん、後半頑張ってほしいよのちょっとのどうにか。まあ3位までに入れんねんもんね。そうクライマックスいきゃえんよほんまに。確かに1位はちょっとね、うん、でクライマックス入るまでに、先発ローテ3人が3人しっかり決めれば。そうですね、誰にします。先発まあやっぱりまず大瀬良、まあ遅いですよね、大エースですから。森下栗でしょ、はい、栗ですね、うん、栗あれ今のところはね、まあ、この3人をやる、ここの3人がも安定してくれればね、うん、後半巻きから毎回せるはずですから、ねまうん、全員でなんとか阪神巨人あたりほんまに今日また6月6日もほんまにあのねパーン取られて追いつこうとしてまた引き離された日に、なんで収録させるんですか、ねもうそんな試合ばっかりですもんね。もう交流戦入ってからこんな試合なんかねダウンしますよ。ダメですよ、もう昔の人の話しましょう中島清之が今愛知県で台湾カレー屋が流行っとる話しましょ う, もう豆やっとんかあれやってます、はい、前半戦を振り返ろうじゃけね、昔じゃないけ、前半戦振り返ったらあげたなんてもう悪口しか言わないじゃないですか口が悪いんですからこれからですから、カープはそん中でも前半戦振り返ってなんか印象に残ったゲームとかないんか、良かったゲームとか。いいゲームですか。僕それこそやっぱり最初の栗林が 初登板の時とか痺れませんでした。初登板の1試合目がちょっと言い方悪いですけど、また 7,8 回ぐらいで中継ぎが打たれて負けたのに、で栗林が出た時にちゃんと抑えて、だけあ今年は違うんかなっていう希望も出してくれた栗林はね、栗林選手はそのまま活躍してくれてますけど、ずっとね、だから僕はあのあれですよ、結びはいつだ、だから 5月4日だ、栗林の日本新記録、うん、デビューから何戦連続あったね無失点がかかってる時に、まあ1対1でね、で9回にマウンド上がったんですけど、でなんか誰や梶谷か誰かにツーベース打たれて、でちょっとやばいピンチやってなった時にもう野手も緊張しとったんでしょうね、サードの堂林がサードゴロバーンって強いに行って、でもオスの皇帝ペンギンが卵守るみたいにこう大事に大事に、おでもよかったワンバン送球でなんとかすげえ、うん、印象深い堂、はい、林の真面目さが出てますね、出てますこれは。あげたなんかあるんか、前半戦良かったゲーム。良かったっていうか、まあ、印象に残ってるのはやっぱり何、8番小園にバントのサイン出して、で9番の森下で勝負するっていうね、すごくトリッキーな。あげた本調子が出てきとるあれほど収録前に落ち着いて喋りましょうね言ったのおかしいだろどう考えても衣がはげてきたの、小僧の気持ちになってみよお前ですね、あるけどのいろいろ多分あの前半の方で森下くんがこうガッツポーズしとった話思い出したんでしょうねあれはなかなかないやつですから大瀬良がホームラン打ったり小園くんね、あのじゃあ森下くんが打つのなかなかないやつですから確かに、まあ、上げて落ち着いてや、もうこの収録の前の6月5日のプレミアム放送の後の YouTube でも堀江って叫んどって落ち着いて、堀江を見たらビクってするけ落ち着いて頑張っとんで選手もそうだよ、落ち着いてあげて。あとあのオール左で行く時あるじゃん、あります、ね、右ピッチャーの時のあれ何あれはいろいろデータとか見てやろう、何言うとマージャンみたいな役みたいなことあるそろドンジャラとかなんかもらえるのあれ、右ピッチャーで相性が左が打ちやすいけ言って笹岡さんが左並べとんじゃん、まあ、データの元にやっとんだよ。でうまくいったことはあるんですか。ないよないけどデータの元でやっとん。今日楽天戦見たか今日なぜかあれで左ピッチャーカープ誰や今日先発、高橋光左なのに楽天7人左並べていたんだよ、はい、こんなトリッキーなことあるか、初じゃん。でそんだけ打たれとんでこれ当てんならんっていうことだから4回で崩れましたね。そうね、うん、だからこう定説ね、右ピッチャーの時は左バッターっていうのも定説だけど、はいはい、あのやめた方がええ時もあんのよこれ、うん、でバントなんか1番がライン何なんでたら絶対2番で送るとか、うぐさとかにもね、やらしてますね。ああいうのちょっとやめてみたらもしかしたら変わるかもしれんのよ、カープは。
昨日の試合だったっけ、スクイズ2連発やられて、なんかバンパスもう3連発でしたもんね。もうね、なんかお前らがやるんかいみたいな能力やられたわ。石井和久笑いよったもんベンチでマスク越しにも分かる。いやもうほんまにあのロッテでもそうなんですけど、カープでちょっと盗塁試してみようか感を出されるのちょっと悔しいんですよ。だってダブルスチールロッテ戦で2回ぐらいされましたよね、3戦で。いやもうじゃあ悔しいんですよほんまにね、悔しい。すいません、あの下打ちしちゃいました。下打ちするの？すいません。YouTube で下打ちだけです。言うても前半戦じゃけん。後半戦期待しようやまだ。で誰に期待するかとかはしゃべ今喋りましたっけ？前半振り返ったところで。そうですよね。振り、うん、まあ、ね、期待も話します。もういいですか？期待。後半戦どうするよ、どうやって変えてくるカープを後半に向けて。まあでも中堅どころがね。うん、結び B は。B 的には。今度は。うん、やっぱり今若いのは頑張ってるじゃないですか。頑張っとる。代わりにあの小生だの、うん、草だの、うん、ね、小園だの、うん、だから真ん中辺のもう康介とか野間とか土林とかが火吹いてくれんと。中堅がね、やっとるよ、いつまでも分かってないからね。もうカープに行く、わしらって頑張っとるじゃんけ。ほんま頑張ってもらっていけんぜ。いくらでも金出してこっちも買う。わしっぱいいっぱい頑張る。後半喋っとるのはあの親御さんしかわからんこの YouTube を応援してくれとるあんたの親御さんしか。赤子の時の誰じゃったっけ親御さんの名前。和子と陽一です。親御さんこれのファンなんじゃろ、このラジオ。うちの親がねちょっと珍しく、なんだらめっちゃおもろいなっつって、前回のこのカープのやつの聞いてくれとんじゃろ。聞いてくれとって、うん、なんかすごい、だから声優業界の先輩と思われとったわしらがか。だから名前とかあれ出てこないし、あ、そうですね、分からないし、ね、YouTube のやつだと、うん、これなんかすごい面白いやつらおるやろって、あれベトベさんっていう芸人さんよ、あ、そうなっつって、はあ、まらい、なんか母さんなんて、うん、毎朝通勤中にもうヘビロテらしくて聞いてくれとんか。だからまあ兄貴のあのアレンの応援歌ずっと聞きよる。マジか、懐かしい言うて、打ちまくれアレン、アレンがアレンのとこ和子に変えて言ってもらって、打ちまくれ和子、和子嬉しいのでもの、そうやって親もの見るし、アレンの歌が好きじゃったら、じゃあ紀藤の話とかもいっぱいした方がいい。紀藤はええんか、和子紀藤好きなんか。ちょっと陽一が怒るけやめて。まあ後半はな、中堅に来たいってことよな、やっぱりな、うん、そうね、中堅があるからね、奮起してほしい。なんかベンチが暗いんじゃないか思うよね、マスクがある、マスクもあるけど、まあちょっと雰囲気がなんかの、あの3連覇しとる時よりなんかちょっと暗い感じがするわの。明るいの今おらんのかね、もう鈴木誠也が昔はその役だったね、盛り上げて。上本は今怪我でしたっけ。あ、上本最近おらん、2軍ですよね多分。ああ、ゆうちゃきちょっとほんまに欲しいですね、明るい人。はつきがでも結構その感じ、あ、まあおちゃらけキャラ、うん、でも矢野とかね。あ、矢野もそうですね、うん、矢野いい顔してますよね、ほんまに。わけわからんパンチパーマしてますね、うん、ほんまにあの漫画太郎先生が描くタッチじゃないですか、矢野って。もうめっちゃいいよ、甲子園とかのタッチやもん。上から見たらもう囲碁のあれにしか見えない。まんまるの木版みたいな、みんななってました。すごいの。いやほんまに、うん、じゃあまあ次は和子の話。打ちまくれ和子、和子当たればホームラン。あんまりやりすぎると飽きる可能性あるでしょ。そうそう、ちょっとずつにしてあげてください。そうそう、ロードンの応援歌和子に書いてやろうか。ゴーゴーレッツゴー和子、ホームランホームラン和子。これは嬉しい。はい、じゃあね、和子和子になってますがね。冷たいタイプのアナウンサーですよ。和子の前半戦振り返ってる。ガープの和子頑張ってほしい。人生の前半戦。はい、8月のね13日から、プロ野球再開します。そうだ、はい、カープは、京セラドームでね、阪神と戦います。京セラで阪神と、阪神が首位の可能性があるんかな。あるの、あるだろう、ね。それではね、今からその後半戦一発目のね、その阪神戦のねスタメンをちょっとみんなで決めていこうかって思います。こっからスタメンですか。こっからスタメン。あと30分いきますよ。今19分ね。いけるいける、テンポよくですね。じゃあテンポよくいきます。じゃあピッチャーキット、キットおらんで、はい、レフト、長島清樹、台湾カレー。大好きセットですね。すごい大好きセットよ。キットはちなみに今水戸の高校で監督してるけ。キット情報いいんじゃないですか。これ1番から順に言ってってんか。どうぞ。まあピッチャーじゃない、まず先発ピッチャーからいくか。はい、まあ、ピッチャーはもう森下じゃろ。もう大瀬良じゃなくて、大瀬良経過したんじゃないか、あれこの間なんか。ああ、どうだ、打たれてなんかの早めに引っかかっとったけど、あれはじゃけん
あれじゃないですか、あの13日ぶりの登板じゃったけちょっと早めに下げただけだと思うんですね、おそらく、まあ、森下でんじゃないか後半一発目勢いつけるんじゃったら、確かにオリンピックで疲れて帰ってきとるみたいなもうあるかもわからんよね。そうじゃ、オリンピックがもしあったらメンバー選ばれるの誰や、森下、栗林くんは選ばれるんじゃないかって言われてますよ、聖夜、木口、はい、ちょっと栗林行ってほしくないね、なんか行ってほしくないですね。でもこうあんまりこれ言うとね、うん、あの落合監督の時に僕落合さんなんで出さんのって言ったあの過去があるんだの中日もの、はい、落合さん出してやって怒った記憶があるんで言うときます。いやでもそうですね、でも栗林が挙げた見たくないですか、見たいよそりゃねえ、うん、栗林が、まあのオリンピックでの栗林が挙げたのこと見たいですかじゃなくて挙げた栗林が投げる姿を見たくないですかって言うと何も家族の話するよじゃあ、もう兄貴家族の応援お願いします、家族応援歌歌っちゃろうか、人質に正田のやつでちょっと土にまみれて戦え勇ましく走れ風のように進めいざす、あこれ名前呼ばんかったよ家族入れないわ、誰でもいいじゃないですか正田のやつは、正田は今アマゾンの倉庫でめっちゃ活躍しとんすよ、正田正田何それ、正田それは正田ですよ、はい、まとまったけいいです、はい、ピッチャーはもう森下でええの、じゃあ森下行きましょう、森下で行こう、はい、森下で、森下ピッチャー、キャッチャーどうする、キャッチャ ーキャッチャーはもうちょっと小生使おうとほしいんだけど、小生今ね、うん、めちゃくちゃ頑張ってますよ、これなんか他球団からすると意外と中村小生はキャッチャーとして育てられた方がいいんじゃないか、お前それヤフーニュースの記事見たじゃんわしも見たぞ、あ兄貴さすが兄貴ずっと24時間携帯してますよ他球団はキャッチャーとして中村翔成育てたら怖いって言うとんのに、うん、カープはレフトとかで使っとるから、うん、そこ気づかんといけんのよカープは、うん、キャッチャーで育てたらあのあとコントロールだけ言うとの、まあね、伸びしろで言ったら肩は痩せとかのはですね、そうそうそう、うん、あの野茂さんがあのねあのアリシン日の時にあの翔成めっちゃ褒めてました、キャッチングもいいし投げやすいキャッチャーと思う、あそうなんじゃ、キャッチャーとして育てるのはありかもしれないですね、うん、確かに、でも坂倉もちょっと見たいところもあるし、いいですよね、坂井沢も見たいところもあるけ、ちょっとレフトの時もあるかもしれないしね、じゃあなんかほんまに欲張りですけど相沢坂倉翔成はもうあの3ポジションずつぐらいできるなってほしいですよね、うん、キャッチャー以外も守れたらな、いろいろ使い道があるけど、圧なんですよね、もともと外野とかライトとかやっとったけど、ね、そうですよね、うん、キャッチャー翔成でいいんじゃないか、後半戦そうですね、期待を込めて、森下翔成のバッテリー熱いですね、熱い、うん、森下翔成かっこいい、うん、1番から言うてくか、ほんじゃえ1番から1番からいこうか、はい、1番はもうセカンド菊池じゃろ、はい賛成の、はい賛成、今シーズンもうそれでいくんかね、ずっとあれあげたなんか文句があるんかいね、なんか言いたいことがあるんじゃったら言いさいよいや本当なら小園1番で、まあそれもいいんだけど、そう逆にちょしたらどうなるんかっていうのもあるし、まあね、うん、あでも1番で調子ええけね、そうね、結果残して一応首位打者やしの、いやでも分かりますそれも、でもこれも菊池がオリンピック行って調子を崩して帰ってきたりとか、まあ、怖いな、なんかホームラン打ってなんか大振りになったりとか、ね、あるある、国際試合はほんまにみんなバランス崩しますからね、あのイチローでさえ WBC の時 ね崩したんですもん、そっか、まあでもあの時間が迫っておけ、菊池1番セカンド菊池よの、はい、で2番がショート小園はどうや、あ2番でいいですか、菊園これどうじゃ、菊園、菊園いいの、秘密の菊園、花園じゃそれそういうボケもしてくるんか結びピン、いやこれ和子が兄貴喜んでる、和子喜ぶのお前は、和子 NG になった前だと思う今日まだ10分ぐらいしか撮れてない和子 NG になったら困るぞお前、わしの応援歌返してくれお前今他誰の応援かってか思い出しながらやっとんじゃけど、妹かお姉ちゃんもいるだろ、もうええです、ね、家族全バレするプライバシー、あげたは家族を売ること意図わんに、意図わん、もう血も涙もないからあげたけど血抜ききっちりされとまあ2番は小園の、1番菊池、うん、2番ショート小園でんじゃないか、いいんじゃない、だ小園じゃったら攻撃的な気も見たいですね、あのバントももちろん大事ですけども、うん、バスターをするとか、そうそうそう、それも見たいです、うん、確かに、うん、で3番をどうするかなんや、今日聖夜が3番で復帰しとったけども、この聖夜を3番にするか4番にするか論争あるじゃないか、これは僕はね、あのね、僕は3番じゃなくて聖夜の話だと4番がいいと思います、お結びは聖夜4番、はい、なんででまたこれオリンピックで4番打っとん、はい、もうオリンピック疲れはええじゃろそこは切り替えようや、そもそもオリンピックやるんですかあれそれまた議題が違うやろすごいな、すごいなんか悪いタイプの記者になったどうも田原総一郎で田原さんにも謝りせ聖夜4番か、聖夜4番がいいと思う、やっぱりどっしりしとって、うん、であの本人がなんかいろいろね良かった悪かったりもちろん人間識ありますけど、うん、聖夜が4番に座って3番と5番だと思うんですよ僕、3番翔成よ、
あ、さんま小説。おもろいかもしれない。5番林よ。あ、うわ、もう林はな。僕逆です。逆？はい。3番林で5番小生がいいと思う。サード林か。はい。サード林の5番がキャッチャー小生。はい。林だってあんだけ率残せるの。うん、あの聖夜の前だったら大きくないですか。今4割打ったら確かに小生は結構スコアリングポジションの時打つんで5番がいいかなと思って。確かにええかもな、はい、でなんかもし代打とかでピッチャーとか変わってキャッチャー変えるんだったら、うん、圧がそのまま入ったりできるしと思って。最高、はい、じゃあ3番をサード林どうです どうかね。あれだわ、まあ、いやでも飽きたんか。偉そうやな。飽きたね。仕方ない。今ね時間が8時半なんですけど1時半から入ってる。長いの。青が俺らメモっとねちゃんと今決まってたら。お前あと発表せんといけんけね。発表するの俺じゃないけど、ね。わしメモとかしだしたら喋りが鈍るタイプじゃん。自然に喋らんと鈍るタイプじゃん。じゃあ3番サード林、4番ライト聖也、5番キャッチャー小生でいく。おお。よし。いいね。あげた書いたの。6番は。6番わしここ坂倉使いたくて。坂倉どこ守らせる。まあファーストかレフトか。レフトなんだけど、うん、どうじゃろうか。それ、まあ、チャレンジするかね。まあでも1ヶ月だっけね。うん、僕はクロンがいいと思ったんですよ。あ、ファーストクロンか。僕はさっきも言ったんですけど、クロンを我慢して使ってみてほしいんですよね。そしたらエルドレッドな感じになるんじゃないかなって。急にね、サイクロンが可能性ある、はい、あんな打たんでもええけ。2割4分か3分で、うん、ホームラン35発ぐらい、もうそれこそランスみたいな、うん、バッターなってくれりゃいいんですよ、ね、ランスの応援歌ってどんなんでしょう。てます、ね、ランスはランス応援歌あったか。ありますよ。あるでしょ。ありますよ。ランス応援歌ぞったか。ランスに謝ってください。ホームラン王と三振を取って言っとるんですか。ランスに謝ってください。横川の家に住んどんですよ。ランスにゴン言われよったけど、ね、言われてました。まあクロンはええけど、でもクロンちょっと気に入らんのがあいつの、はい、あんま普段まだホームラン何本や。5本。今5本です。5本しか打ってないやろあれ。ほんでたまに打つホームランの時に、打った時にもうなんか確信歩きするじゃろあいつ。下向いて、いやお前5本しか打ってないでお前。30本打っとる、なんか打った後のやり方やるじゃろ。またなんだかなあれお前。お前も悪口おるじゃない。俺の小僧の番だ、小僧の番と森下勝負。そっちの方が問題だろうが。いいんじゃあれはもう顔怖い。怖いわ。あれハマっとけまたそれがあれ称賛される策じゃけんのあれがの。すごいな。そうだよ。兄貴とあげたはカープの文句言う時は仲が良くなるけんね。普段仲悪いの。今日の敵は今日の敵。そうですね。ほんま。クロンにするかファーストクロン。はい、お願いしますぜひ。僕クロン期待してます。うん、で7番を誰や。あとレフトが。長島で、あと西川使ってないよ。あ、そう、龍馬どうすんよお前。いや僕龍馬7番でいいと思います。まあ今7番龍馬は好きに打たした方がいいと思うんですよ、僕ね。僕1番か7番だと思ってますよ。1番だとピッチャーがまだ安定してなくて、いろいろ球が上ついたりとかするじゃないですか、うん、わけのわからんもう点差的打ち返すじゃないですか、秋打ちで。確かに。いやそれこそいわき的などか弁の感じで、うん、僕自由に打たせてあげた方が。あんまりねランナーのことと考えさせる、はい、そう4番じゃと結構その得点圏で回ってきたら多いじゃないですか。うん、僕はだけ西川7番だと怖いんじゃないかなと思って。確かに、まあ、恐怖の7番出したとね昔からあるけど、はい、7番でこれはセンターか龍馬は。センターになる、うん、センター龍馬、はい、8番あとレフトだけやなこれはの。8番がレフトになりますか。お誰ですじゃ。今じゃったらウグサ出てるで。ああウグサ頑張ってますね。昨日初めてホームラン。あとはハツキが戻ってきたら西川レフトセンターハツキ。そうですね。これちょっと分からんけね。ハツキもでもそうですね出てほしいですね。確かに。それやったらあでもあげたどうです？でもこれウグサかハツキでしょ。うん、まあ今あと野間ね。ああうん野間も頑張ってますね。ちょっとずつね上げてきよう。うん、どうなんじゃ。ほいじゃったらどうだろうな。ハツキじゃったらでも2番に行ってほしいな。通りとかしてほしいけ。小園が8番かな。じゃったら小園8番で送りバントね。どんだけ読みしすぎてんお前。すごいな。2個前の彼女やほんまに。すごさがすごいね。いや私個人的にはレフトで長さん使ってほしいんじゃけどの。いやもうね長さんをフルで見たいよ。わしはその100もうフル試合。じゃったら長さんレギュラーでいいんじゃないですか。長さん8番になりますけどね。8番でもかわいそうだね。ちょっとあれですけど、いやでもこの際逆に8番とか怖い思うで。これはでもこうやって見るとやっぱバッターは充実してますね。そうで確かに。もうだって打率もね一番ないし、であとどうつながる打線を組むかなんでしょうね。ねやっぱ
でも代打で取っときたいっていうのもあるんじゃない長野、まあ代打ですよね、松山とかね取っときたいっていうのある、確かにな、夏強いけどね、そうなんですよ、2人ともそうなんですよね、6月ぐらいから2人とも上がるけ、ね、難しい、ね、調子見てやっぱここ宇部坂葉月じゃないのここ、あそうなりますかね、じゃあ葉月くんかな僕は、じゃあ7番をセンター葉月にして、うん、あ8番をセンター葉月にして7番をレフト龍馬にしようかの、正髄ってどこでしたっけ、正髄レフト、レフ ト, レフト、あじゃあ正髄でもいいんですよね、確かに相手ピッチャー次第でこう正髄も僕ちょっと使っとったらすごいよ、林翔成ねで正髄おったら長距離ばっかりね、いやそうですよ、まあでもね聖夜が何年後かには、ね、まあそうですよアメリカ行ってしまうことを考えたら今のうちにね、いや思うんすよっていうのもあるけどね、楽しみですけどね、うん、菊池もこの成績を残せば来年もっかいダブルでいなくなる、ね、ありえるんじゃないのこれ、ね、もうないでしょなかなかほんまにちょっともう大谷くんが化け物なだけでやっぱなかなか大変ですもんね、波いるバッターが大変ですからね、言ってますけど本当よ大リーグはね、うん、じゃあもうこれでいいんじゃないか、一番から決まったけ、うん、いいんじゃない、もうできた、あげたじゃああげたおさらいしてくるよこれ、一番から、一番菊池、うん、2番小園、ショート小園、うん、3番林でしょ、サード林で4番聖也、それ5番翔成、それあのスペシャルゲストにあの発表してもらうんじゃなかったっけ、スペシャルゲスト誰かおるんか、今日ゲストおらんでしょ、キトンかゲスト、えちょっとえ誰、キトン キトン誠、キトンか、見とかてないですけど、実はですね、うん、今回スペシャルゲストの方をもう疲れてない顔がもうじゃあそれ前に一回俺がまとめて言ってからからあのあいつを呼ぼうと思ったね。あ、そうなん。うん。やったらゲストおるんか？知らんけど。はい。なんと今日もあの方がスペシャルゲストできておられます。あの方？あの方？それでは阪神戦のスタメンをえウグイス嬢よろしくお願いします。どうもゆかりっ子でーす。どがいだー。甲子園始まった甲子園始まった、ゆかり一行が来とんかはい細っ細くて小さい若干みんな疲れとんかちょっとゆかり一行8時上がりって聞いとったのに8時半回っとってどがいなあともう一本あるってどがいなあと一本あるんだよお前もう一本はすぐ終わらすけやほんまにちょっと早く帰って子供抱きたいんですけどじゃあ早く言えよお前スタメンを、あげたメモしとったやつちょうだいじゃけメモっとけ言うたやろ、優しいんじゃけあげた、こういうとこお兄ちゃんじゃけありがとう、ピッチャーだけはいでは後半戦のカープのスタメンを発表します。1番菊池、いいですね2番こんな前シーンとしとったっけ、ここ小園あもう2番ぐらいでお前が切ったもんもえもえやけ3番これ林9番まで行くんかこれ、4番鈴木誠也指が全部ついてきてるね、5番やってくれと一番指が中村翔太どんだけの指やってくれとんの、6番今回元気じゃん、ケビンクロちゃんと指はね立ってます、7番西川8番大月9番紀藤誠、おいおい森下じゃ森下紀藤水戸納豆でネバネバ森下だ森下終わりましたか、はい終わりました、はい、ではね笹岡監督、8月13日の阪神戦このスタメンでぜひ一度戦ってください。